皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今やってるドラマでね、石原さとみさんがね主演の薬剤師さんの役でやってるドラマがあるでしょう。あれでね、まあ、ちょうどこの前のお話の中でですね、入院患者さんがご飯を食べている時にね、いきなりこうゴミ箱にね、嘔吐してしまうっていうこのシーンがねありまして、まあ、実は僕もね、全く同じことがね、入院中に何回もあったんですよ。まあ、その中でもね、一番ひどかったのがね、骨髄移植前に行った、移植前全処置というね、処置中にですね、もう超大量、超高濃度の抗がん剤をしてた時に、その瞬間はやってきました。あれはね、2種類の抗がん剤をね、この1週間ぶっ続けでね、その日替わりで入れられる療法、治療法なんですけども、初日は体はまだ何ともなくて、二日目の朝に起きたらいつもと体の様子がね違うくてね、朝ごはんを食べる気がねなくてね、まあ、そのまま返却したんですよ。でそれに対して看護師さんがあれ食べてないんですかってこう聞かれたけどね、もうそれに返事するのもね面倒くさいしねっていう感じで、まあ、心もまでね老化してました。でそのね、まあ、ご飯ね朝ごはん食べられへんかったんですけどね、でもね薬は飲まなダメなんですよ。なのでね、まあ、一応薬は飲んだんですけども、ご飯も食べられへんぐらい元気ないから薬なんてほんまに飲めるわけないんですよ。でもまあほんまに飲まなあかんから水と一緒に飲みますので、なんとかね流し込んでね、またぼーっとしてる時間がね続きました。そんなねぼーっとしてる状態でね、この2日目のね抗がん剤が始まりましてね、看護師さんにね大丈夫ですかとこう聞かれてもね、ってこうね口も開かず返事をしてね、もう30分の抗がん剤がね終えてからねゆっくりしていたらね、まあ、昼やからね、まあ、昼ご飯がねやってきたわけなんですよ。まあね、ご飯を前にしたらね、まあ、食べなあかんねんけどなあって思うんですけども、まあ、どう頑張っても一口二口しかね食べれないんです。で、まあ、それでね昼にもねその薬を飲まなあかんので、まあ、その薬のために胃にね何かを入れなあかんっていうためだけにね、ご飯を口に含んで水でガーってこう流し込みました。そして点滴を交換してった時にね気づいたんですけども、その点滴の匂いがね臭いことに気づきました。悪臭ではないんですけども、その薬品独特の匂いがね、この血管を通して鼻から香るようになってきたんですよ。まあね、信じられないとね皆さん思われますけども、まあ、そのようなことがねずっと続いたんですよ。そして夕方頃になってきてはね、その吐き気がちょうど襲ってきたけどね、まあ、吐くことはなかったけども、ゲップが出る程度でした。その時はまだゲップで止まってました。そしてね、その日の夜ご飯なんですけどもね、ちょっとね、恐れてたことがね、起こりました。なんとかね、テンションがね、正常に戻ってきて、まあ気分がちょっとマシになってね、ご飯を食べ終わった頃にね、こう、いきなりわーってこう、吐いてしまいました。何の前兆もなくね、いきなりでしたのでね、もう、思わずね、この備え付けのね、便器にね、バーってこう、飛びついてしまったんですよね。そっからね、もう吐き気が止まりません。こう、便器にガッとしがみつきながらね、こうまあ、体感にしたら15分ぐらいだと思うんですけども、ずっとうってこうね吐いてたんです。お酒を飲んで酔っ払って吐いた時と、まあ、少し似てる気がしますけども、それ以上なんですよ。お酒を飲んでもね、最初は頭がフラフラってしすぎて、ね、視界がこうグワングワン回ってきたりするじゃないですか。それから、吐き気が催してきて、あかん、ちょっとトイレ行ってくるわって言って、まあ人前ではね、この人の尊厳を失うことがなくてですね、なんとかそのお酒の場合は間に合うんですけども、でもね、病気やね、抗がん剤はね、違うかったんですよ。もうね、ベッドのすぐそばのね、50センチほど離れた便器がね、ギリギリでした。もう50センチ向こうに離れてたら、
もう撒き散らしてましたね。ほんでね、まあ、ベッドに戻ってきたらね、また吐き気が襲ってくるんじゃないかなと考えるとね、まあ手を伸ばせばね、すぐベッドにね、届くんですけどね、そこに戻れずなんですよ。だからね、便器の横にある椅子に座って、こうスマホをいじりながらね、その日は一夜をね、明かしました。朝日が昇ってきた頃にね、ようやくちょっと体もね、その、うぅってなるのもね、落ち着いてね、ベッドに戻って、眠りにつきそうになってたらですね、朝ごはんがやってまいりました。3日目の始まりです。また今日もね、同じように履いてしまってね、一日中に便器にしがみついて過ごすんかなと思うとね、もう嫌で嫌で仕方なかったですね。でもその日はね、その家族が面会にいてくれる日やったので、もう元気な姿を見せて安心させなあかんわと思ってて、気合を入れ直しました。朝ごはんを一口食べて、一口だけね、食べて、薬を飲んで、抗がん剤をしてもらって、家族が来るのを待っていました。でその日はね、病室にね、お母さんとお姉ちゃんがね、来てくれたんです。麦茶とね、お菓子をね、たくさん持ってきてくれました。食べられへんのになぁ、飲まれへんのになぁ、って思いながらね、その、まあ、体のことをね、心配してくれてるその二人に対してね、僕はね、平然を装っていました。もうこの時間に抗がん剤をやって、その前にね、抗生剤っていう点滴をするねんとか、この黄色い飲み薬がなーってカビ菌を抑えてくれるやつやねんけど、もう前の病院からずっと飲まされ続けててな、でもめっちゃまずいねんとかね。まあ、そんなこう楽しくね、こう喋ってる途中にね、いきなりね、こう吐き気が来て、また便器に飛びついてしまったんですよ。もうこれで喋ってる途中ですよ、もういきなりうーんとなってきて、バッてこう飛びついたんですよ。もうそこからしばらくね、便器から動けずにね、もう家族もね、なんて声かけたらいいのかわからんかったんでしょうね。黙って僕のことを見てくれてたんやと思います。もうね、情けない姿をね、見せてしまいましたわ。まあ、ほんでね、なんとかね、ベッドに戻ってね、ごめんごめん、たまにあるねんって、今やってる抗がん剤がきつくてな、今まで抗がん剤ではこんなことなかったんやけど、まあどうもね、まあ、こんな感じになってしまうねん。とね、明るく振る舞うんですけども、その家族の顔をね見るとね、どんな目でこっちを見てるかと思ってたらね、怖かったのでね、そっちの方向は見るけど、ようねこう目を合わせれなかったんですよね。まあ家族もね、同じようなことをね思ってたかもしれません。でそんなことをね思わせてしまったことに対してね、罪悪感に苛まれました。まあそんな日々はね、まるまる1週間続きました。まあ、そのね、期間にですね、粘膜障害がひどくなってきてね、まあ主にね、口の中がね、ひどかったですね。で、唾液が出ません。で、そうなるとね、なんていうんですか、粘膜を保護できないので、カビが生えます。で、めっちゃ痛いです。なので何も食べれなくなります。っていうか、もともと食べてても吐きます。水を飲んでも吐きました。そんな状態でも薬は飲まなきません。その薬もね、体に作用する前にね、ってこう全部ね吐いてしまいます。で、看護師さんがね、部屋に入ってくるために使うね、アルコール消毒がね、臭くてね、これは入院あるあるなんですけどもね、その看護師さんはね、消毒液を手につけたらね、馴染ませるためにね、その手をこうやってこすりながら入ってくるんですよ。失礼します、安さんどうですかみたいな感じでね、入ってくるんです。で、それでね、匂いがね、拡散されるんですよ。あれはやめてほしくてね、もうさすがに文句を言ってしまいましたわ。もう部屋に入ってくる前に、そのこすり終えてから入ってきてくれってね、言いましたわ。で、その手でね、その血圧を測ってくれたりとか、点滴を変えてくれたりするわけですから、で、その時にね、こう、ふわってこう、来るわけなんですよ。っていうことなんですけどもね、まあそんな感じがね、もう僕が経験したね、病気や抗がん剤で入ってしまう一番ひどかったケースでございます。という感じでね、お見舞いに来てくれた家族にもね、悲しい思いをさせてしまったというね、こうまあ自分の意思ではどうすることもできない突然来る嘔吐のね、お話でございました。最初にお話ししたそのね、石原さとみさんのドラマでね、その、患者さん役の子がね、バケツにいきなりうーって吐いたのもね、もうすごい気持ちがわかります。まあね、ご飯食べても吐くってことは、その物理的に吐くってことなんですよ。でもその物理に物が入ってきて物理的に吐くと同時に、精神的にもね、結構ね、病んでしまうんですよね。もうね、体がね、そんな状態になるとね、もうね、何も考えられなくなってね、もう俺ってどうしたらいいんやろうがって思うとね、ほんまに心までね、疲れてしまうんですよ。悪い方向に、そのマイナス思考に考えてしまって、で、ってこう吐いてしまったりね、するんですよ。だからね、この前のドラマのお話はね、すごくね、患者さんの気持ちがわかりました。
このね動画を見てくれてる人たちの中でね、もしね入院患者さんがいれば同じように、ね、吐いてしまうケースがねあるかもしれないです。であったと思います。でこれからもあるかもしれません。そんな時はですね、逐一報告してください。この時に吐きました、こんなことをしたら吐きました、これを飲んだら吐きました、で時間帯も良かったらね覚えておいてもらって、それを伝えてください。もう伝えるだけでいいです。それ何か解決方法がね生まれるかもしれません。でその時の自分のね精神的なね状況もね伝えれたら良かったら伝えてあげてください。でほんまに何かね看護師さんとか病院があってねそれに対して協力してくれますんでね、ぜひねそれを活用してね、その苦しい思いからね逃れるんやったらね、何でもとりあえずね病院側をね頼っていきましょう。まあ、そんな感じでね今日はね以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。